問題。レベル3一体で、たけしに挑むのは、誰だ ?1 番、おっぽ。2番、こらった。3番、鬼すずめ。答えはこちら。はい、鬼すずめの、すずめちゃんでした。まあ、普通こうなります。それでは、レベル3の、鬼すずめだけで、たけしに勝ちに行きましょう。さて、挑戦者も紹介したことですし、準備といきましょうか。と、言っても、鬼すずめのゲット、回復アイテムを、整える、鳴き声の PP を、削る、だけですけどね。あ、申し遅れました。私、遊戯王で、デッキのカードは、すべてピン済み、ハイランダーデッキ使いの、ハイラン、と申します。よろしくお願いします。まずは、自宅にある傷薬。これを回収します。この後、オーキド博士からポケモンをもらい、最初のバトルです。最初のバトルは、ライバル戦。傷薬代のために、ここは、買っておかなければいけません。もちろん、傷薬なしで、鬼すずめに、大量に使わなければいけませんからね。まあ、攻撃技を、打ち続けるだけです。相手のゼニガメは、尻尾を振るで、こちらの防御を下げてきていますね。よく見ていてください。はい。人影の防御が、下げられまくっていたので、ダメージがえげつないです。防御を下げられるのはまずい。それだけ、覚えておいてください。ここ、たけし戦に出ますからね。この後は、時輪の森に向かいます。この時輪の森で、モンスターボールを手に入れます。たけし戦のために、傷薬を購入すると、モンスターボール代が、ないんですよね。落ちてるものを活用しましょう。遊戯王の、カードは拾った。ってやつです。モンスターボールを手に入れたら、22番道路へ。ここで、レベル3、鬼すずめが出ます。まずは HP を削りましょう。モンスターボールは一つだけですからね。ここは慎重に。あ。はい。今度は大丈夫です。弱らせる?そんなことをせず、しょっぱなから、投げればいいんですよ。それが私の、処世術です。ほらね。楽勝でしょ。それではステータスの確認です。あ、ニックネームは、スズメにしました。うん、すべて一桁。たけしに勝てるんですかね。それでは、ニビシティに向かいます。道中のトレーナーは、すべて倒します。たけし戦前の、1万光年の人も、倒しときます。はい、これで、ライバル、虫捕り少年3人、100万光年の人、を倒し、所持金が、3615円、になりました。傷薬は1つ300円。12個買いましょう。そして、道中。入手できる傷薬は、5個。合計、17個を持った状態で、たけしに挑みます。その前に、最後の仕上げ、PP 削りを行います。たけしが使用してくる、石つぶての HP は、33。イワークは、36。対して、鬼すずめのつつくは、35発しか撃てません。一発につき、1しか削れないので、圧倒的に足りません。なので、すべての技が撃てなくなった時に使える、悪あがき、が必要なんですね。石つぶてと、イワークにかける、鳴き声の回数は、12発。なので、鳴き声の PP を削るために、国運と戦っていました。さあ、すべての準備が整ったので、ここまで頑張ってくれた、人影をボックスに預け、鬼すずめ一匹で、たけしに挑みましょう。現在のステータスと、手持ちの道具を、確認しておきましょう。PP もしっかり、調整してあります。現状手に入る、最大個数の傷薬を持って、いざ、たけし戦。先発の石つぶては、冒頭で見ていただいた通り、
体当たりを打たれたら、負けます。丸くなるを、してくれるよう、祈りましょう。よしよし。一度攻撃を下げれれば、一撃死はしないようになります。とは言っても、素のステータスでは、到底勝てないので、まずは、鳴き声を使い、石つぶての、攻撃を、限界まで下げます。下げることができるのは、6段階まで、鳴き声の残数が、6回になるまで、打ち続けます。石つぶての攻撃を、限界まで下げたので、攻撃に移ります。石つぶての HP は、33。スズメの攻撃で、与えられるダメージは、1。根気よく行きましょう。急所にさえ当たらなければ、大丈夫です。初代の急所率は、素早さの種族値で変わります。ざっくり言うと、素早さが速いポケモンは、急所に当てやすく、遅いポケモンは、急所に当てにくい、ということです。石つぶての素早さ種族値は、20。カビゴンより遅いです。これを、急所の計算式に当てはめると、石つぶてが攻撃して、急所に当てれる可能性は、約 4%。そうそう当たらないでしょう。まあ、実際は、石つぶて戦は30回ほどやり、2回急所に食らいましたが、動画に残していないので、脳幹ですよ脳幹。あ、急所率の話をしたので、もう一つ。初代の場合、急所のダメージは、攻撃側の、レベルが、2倍扱いで、計算されます。純粋に、ダメージが、2倍になるというわけではありません。ざっくり言うと、レベル3の、鬼スズメが、急所に当てた場合、ダメージ倍率は、1.5 倍です。何が言いたいのかというと、このたけし戦、スズメの攻撃が、急所に当たっても、与えるダメージは変わりません。1です。なぜなら、急所ダメージの計算で、与えるダメージが、2を超えないからです。なので急所に当たっても当たらなくても、相手に与えるダメージは、1だけです。悲しいです。さて、石つぶてのゲージが、赤になりました。もう少しですね。よーし。まずは石つぶて、突破。問題は弱く、厄介なのは、嫌な音で防御を下げられること。お、我慢は嬉しい。我慢中に、攻撃さえしなければ、こちらが、ダメージを食らうことはありません。この間に、弱くの攻撃を、限界まで落とします。攻撃ダウンのおかげで、十分耐えられますね。あ、まずい。嫌な音は、こちらの防御に段階落とします。体当たりを次食らえば、先ほどの比じゃないダメージです。逆に我慢は、ダメージ量の計算がしやすいので、どんどん打ってほしいですね。3ダメージ与えたので、受けるのは、6ダメージ。ここまではいい調子です。いいですね。こちらはもう、悪あがきと、回復しかできません。傷薬が持つよう、体当たりが急所に当たらないよう、祈りながら戦うだけです。先ほどの石つぶては、急所率 4% でしたが、イワークは、14% の確率で、急所に当ててきます。注意しましょう。あぶねえ。計算できると言っても、怖いものは怖い。危うく負けるところでした。あ、非常にまずい。スズメの防御が、4段階落とされました。体当たりされた場合、どれぐらい食らうんでしょう？よしよし、HP も半分切り、勝利が見え始めました。いいぞ、そのまま。我慢だけをしてくれたまえ。危な、よくかわしてくれた。うお、
ティワークの攻撃は限界まで落としたのに。結構効きますね。攻撃種族チポッポなのに。あ。とうとう6段階落とされました。今、スズメの防御は、神です。うおー。耐えた。耐えたぞー。しかしやばい。そろそろ傷薬もなくなってしまう。そうそう。我慢だけしてなさい。あと少し。あと少しなんだ。ここまで来たら負けられない。微妙な HP なので、回復します。いいぞ。あぶねえ。冷静になれ。ここは回復だ。あと少しなんだ。頑張れスズメ。お。これで。最後だー。よっしゃー。勝ったぞー。手持ちレベル3一体で、ジムリーダーのたけしに、勝ちましたー。いやー、人影や、ピカチュウだけでも、勝つことができたので、他のポケモンでもいけるやろ、と、思いましたが。うん、いけるもんですね。準備を整えてから、ほんの数十回、挑戦するだけで勝てるとは。ふう、いや本当に、勝ててよかったです。初代ポケモンが好きで、何度もプレイしていますが、たけし突破にこれほど苦戦したのは、初めてです。あ、激闘を演じた、スズメちゃんの、今のステータスです。たった一匹で、よくたけしに勝ってくれました。ありがとう。お疲れ様。よく頑張ってくれました。17個あった傷薬も、残り2個、危なかったですね。それでは今回の動画はここまでとなります。他にも動画を出していますので、よろしければそちらもどうぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。